日本神奈川県川崎市、中原区、一の壺一の壺は、神奈川県川崎市中原区の大技。2011年11月21日時点で、住居表示未実施。郵便番号は211-0016。面積は、全域で45.22ヘクタールである。中原区のほぼ中央に位置し、日家療養水の左岸に細長く広がっている。 一帯は住宅地や工場となっている。国道409号が日経療養水とほぼ並行する形で域内を縦断するほか、東急東横線、津波島海道、東海道新幹線、横須賀線など多くの交通路が当地を横断している。一の壺は北東端で小杉町、新馬里湖東、中馬里湖、茶丹町、田尻町と南端で、 高架鹿島だと南西端で二家両用水を挟んで、狩宿、木月住吉町、今井南町と接する。住宅地の地価は、2021年1月1日の工事地価によれば、一の坪あざ田向四百464番59の地点で32万8000円、平方メートルとなっている。上利性の移行と考えられる地名を持つ当地であるが、 当地の古い歴史は残っておらず、かつて、鹿島だと市村だったことだけを、新編武蔵風土機構が伝えている。江戸時代の当地は、旗本の内藤資料だったものが、原禄時点では、天領となっており、さらに、徳川家継の御物伝領として、増上寺に寄進され、幕末まで増上寺領であった。村高は、昭法年間の武蔵伝園墓で200国。 元禄号町では302国4と余り、天保号町や幕末の休校給料取調べ調では299国三と余りというように推移していた。新編武蔵風土気候では民家49件。推理としては日家療養水やその分水である一の坪川という水路が使われていた。また、玉川の氾濫も江戸時代には5年に一度ほど起きていた。 農産品としては、花作りが行われ、池上広報が、その流星を、与楽定中に書き残しているほか、天明の大飢饉以降には、冷え珠玉煙道なども植えられ、農寒期には、締め飾り作りも行われた。明治に入ると、花作りがさらに広まり、60個あった農家のほとんどで、行われるようになった。さらに、大正時代にはフレームを使うようになり、 昭和には冷蔵庫を用いた、促成栽培が開発されるなど、技術的に発展を遂げていった。また当地は、行政上住吉村中原町川崎市と推移していき、住吉村時代には当地に小学校も作られたが、中原町になるのと前後して、廃止となった。当地には、大正末期以降に、多数の鉄道が通ったため、土地や水路、神社の参道までが分断されていった。 そして、戦時中には当地にも軍需工場が作られたほか、食料増産を目的として花や桃など果樹の栽培も中断することとなった。戦後には花の栽培も一時復活したが、周囲で急激に宅地化が進んだこと、また交通の発達で遠方からでも出荷できるようになったこともあり、衰退の道をたどっていった。一方、締め飾り作りは、 平成の世にも続けられている。上理性で36に割られた区画のうちの一の壺に由来するものと考えられている。ただ、上理以降は半然としないほか、通常の六里四方より区画が小さかったとする見方もある。当地には、基礎改正の際に、外屋敷1から138番地、中村百139から154番地、道内、 155から356番地、広町、357から396番地、田向、397から506番地、下橋城、507から578番地、新田、579から647番地、平間坂井、652から721番地、という8つの小技が設定された。 2021年6月30日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。当地を通過する鉄道はいくつかあるが、いずれも当地に駅は現存しない。東急バスが府中街道を経由して、当地と川崎駅や武蔵小杉駅、溝の口駅を結ぶ路線を運行している。 川崎市立,立立花高等学校や川崎市立玉川中学校の敷地の一部が一の壺にかかるが、当地を住所とする学校は存在しない。ありがとうございます。